に酒が飲めれるようになってまいります。それまでは、お母さんのミルクと一緒に、酒も試しをしまして、完全に離乳するのは、で1歳から1歳半くらいの間で、離乳して、酒飲みの餌となっていきます。とてもありがとうございます。で生まれたパンダの中では一番大きく生まれたんですが、まあ、競争相手もおりませんので、主人のペースでのんびりと成長していっております。まあ、ちょっと小さいですが、他のパンダと同じような成長のグラフが辿っておりますので、一応順調に成長していっております。ありがとうございました。ご質問ありがとうございます。最後にもう一つ質問ありましたらお伺いいたします。こちらのお父さんにお伺いします。はい、こちらのお父さんにお伺いします。はい、質問いただきました。現在のユイキンの体重は21キロです。ものより重たいです。大人になりましたら、大人のパンダ、メスのパンダで大体100キロくらい。で、オスですと120キロくらいまで大きくなります。お母さんパンダのラウニーはちょっと食いしん坊ですので、現在110キロくらいあるんですが、まだとても成長が早い動物ですので、1歳の誕生日を迎える頃には大体30キロくらい。で、2歳になると60キロ。で、3歳で90キロと、どんどんと大きくなっていきます。まあ、とても成長が早い動物ですので、ぜひユイの成長を温かく楽しみにご覧ください。ありがとうございます。はい、それでは短い時間でしたら、こちらをもちまして、ユイヒンのレクチャータイムを終了いたします。この後、ユイヒンは屋内の運動場の方へと移動を行います。屋内の運動場でお母さんパンダラウニーと一緒に過ごす時間となります。ぜひ皆様、親子で楽しく遊ぶ様子もご覧ください。それではこちらをもちまして、ユイヒンのレクチャータイム終了いたします。大きな体が今、制限でいっぱい動き回りますので、現在の